ガウス混合モデル GMM は K 平均法と同じく EM アルゴリズムを使ったクラスタリング手法です。ざっくり言うとガウス混合モデルは確率を出力するアルゴリズムです。その意味ではアダラインとロジスティック回帰、確率計算の関係に似ています。どちらも標本データを生成する確率分布が複数あるということを前提にしていますが、 経緯平均法は一つのデータに一つの確率分布を対応づけるのに対し、ガウス混合モデルは標本データを最もよくモデル化するガウス確率分布の重ね合わせを見つけます。その意味では、経緯平均法とガウス混合分布モデルの関係は、サポートベクトルマシンでのハードマージンとソフトマージンの関係に近いと言えるでしょう。 また、重ね合わせという意味では、検索半径が可変になる OPTICS と DB スキャンの関係と似ているとも言えるでしょう。K 平均法との出力の違いは、このようになります。GMM は、重なりのある円状や楕円のデータを、うまく切り分けています。これは、GMM が一つのデータに複数の確率分布から生成される確率を計算しているからです。つまり、 ソフトマックス関数のように重み付けされた複数の確率分布を計算しています。そのため、経緯平均法と比べ、クラスタ数を設定しなくてもいいのも特徴です。ランス混合モデルでは、こちらの多変量正規分布を使って確率を設定します。多変量では、変数の数 M と正規分布の数 N が入ります。まず、多変量正規分布を元に、 混合係数を使って確率 PX を定義します。確率 PX が定義できれば、ベイズの定理によって、各データがクラスタ経緯に属する確率を最優法で計算することができます。GMM、ガウス混合モデルは、厳密には密度推定アルゴリズムです。その意味では、DB スキャンに近いと言えるでしょう。 そのため GMM は DB スキャンと同じく、炎上でないデータのクラスタリングをすることが可能です。この場合の密度推定は確率分布を推定することと考えて良いでしょう。GMM は K 平均法と同じく EM アルゴリズムを使います。E ステップではそれぞれのクラスタ、 確率分布に属する確率で重みをつけます。M ステップでは各クラスタに対して重みを計算に入れて位置とクラスタ境界を更新します。これにより重なりと楕円型という経緯平均法が直面していた問題に対処することができます。